で今そのシリンダーをですね、模様のついたシリンダーの部分、円筒の部分をピックアップするため の、 ホストになる、吹き竿の、 なんていうんですか、カーラって言ってますけど、そこのピックアップと接合するためのガラスを今ちょっと、パイプの先につけて作ってます。竿元をこれから、中のシリンダーの先の部分と今つけているところです。はい、今ピックアップしました。今しっかりブローパイプと、筒が、しっかりコンタクトしているように、まあ、今、焼きながらですね、調整しています。非常に色の伸び縮みが違う色を使ってますので、まあ、温度によってこの形が伸びたり縮んだりっていうそのコントロールを、するのが非常に必要になってきます。今ベンチブロー、助手の人に息を入れてもらいながら、新聞紙で、先の部分冷やしながら、竿元の方にブロー、息を入れてもらってます。今吹き竿の竿の元の部分を、くくりと言いますけども、ジャック用箸でくくっています。桜井君がそのガラスの種をまいて、まあ、金板、マーバーの上に、ガラスを巻いてきたものを落としてきます。中心につけて台座の作ります。台座の部分を
新聞紙で少し、押さえながら広げていきます。台座の部分は、完成したようなので次はポンティン、今加倉井君がポンテを準備しています。今マークした中心の部分にポンテを、色を、たくさん使っていますので、ここのところは慎重にファイルで、傷つけながら水をつけながら切り離しをします。中心を確認しながらこれからこの口元の部分を、広げていく作業に入ります。ガラスはそういう意味では、炎を調整しながら直接その色に当てることで、曜変模様を作ったりとかそういう面白い、効果を、作ることができます。これから上の部分を、本体は助手の人たちが、割れない温度でキープをしてもらっています。でこれもあんまり日本では、使わないみたいですけども、ウッドブロック、木輪とか新聞紙以外にもこういう道具を使いながら形を整えていくと非常に有効です。肩の中に入るサイズに整えて、
先の方をもう一箇所くくりましたけども、その先の部分をちょっと落としまして穴を開けてからそこが接合部分になってきます。今はちょっとくくりながら絞りながら少し引っ張って形を、少し、先の方でくくった部分をこれから切り離します。 This is going to, cut off the tip. でこれでまた本体スイッチして、これを接合する準備に入ります。でこちらの本体の部分の、直径と向こう の, あの接合部分の直径をこれから合わせる、作業に入ります。今この先端の大きさの直径を渡したので角栄さんの方で同じ直径に合わせてもらってます。今角栄君が、波の部分の接合部分を整えてくれてます。はい、これでコンタクトします。で特に新島ガスは、硬質で綺麗なガラスなんですけども、この冷める速度、表面の速度を冷めるのが早いガラスです。はい、全体の形を見ながら、口、波の部分を広げていく作業になります。さあこれで、開いたようなのでもう一度グローリーホールで加熱して最終的な、扇のような波のような、形にしていきます。
お水。お水。はい、お水。はい、全体の形を見ながら、口、波の部分を広げていく作業になります。はい、お水。最後の、調整をしているようです。あとガラスは除霊が、必要になるので、今その除霊炉の電気炉に入れる準備をしています。はい、最後の温度調整をしてこれから入れます。下の方を持ってね。はい、はい、これが除霊炉で480度の中に入れました。あ、うまく入ったようです。はい、柳下さん、福西さん、福西君、加倉君、ありがとうございました。綺麗なのが入りました。